皆さんこんにちは。こんにちは。今日も天気がいいわね。洗濯物がよく乾きそうだわ。オッケーオッケー、暑いってことだね。今日はちょっと訳ありで買ってきたものを紹介するのだ。シューアイスじゃない、体の内側から冷やそうってわけね。袋がパンパンに膨らんでるわ。シューが潰れないようになってるのね。夏祭りの綿菓子みたいで面白いよね。訳ありって言ってたけど賞味期限が近いのかしら。まだまだ期限はあるし、商品は大丈夫なのだ。これはね、近々値上げ予定って陳列棚に書いてあったから買ってきたのだ。たまに貼ってあるわよね。今回はいくら上がるの？今は248円だけど30円くらい上がるって、約1割の値上げだね。元が安いからなかなか痛いわね。だから値上げ前に紹介しちゃおうってわけだったのね。そうなのだ。作ってるのは愛知県岡崎市の酒屋乳業株式会社。アンデイコってブランド名で全国展開してるよ。東海地方では日曜朝のアニメ枠で CM を流してたよ。何のアニメかで世代がわかるのだ。あなたの時は何だったの？ランマ2分の1なのだ。このアイスは北海道産牛乳にこだわっていて、クリームや練乳もそれから作られてるんだって。そこまで大きくないわね。大きさは小さなジャガイモって感じかな。かなり軽いよ。断面を見る前に重さも測っておこうか。恒例行事ね。 29g、 毎棒5本くらいかな。微妙な例えね。今日もトプバ包丁とトプバまな板で切っていくのだ。感触はどう？軽くて薄そうな手応えだね。ちゃんと凍ってるから切れはするよ。こんなものよね。だね。そのまま食べてもよかったんだけど、お皿に置いてみたよ。サイズ感が分かりにくいわね。小さいね。じゃあいただきます。はい、どうぞ。軽い食感だね。中のアイスはいい感じに空気を含んでいるからサクッと食べられるのだ。アイスミルクだからラクトアイスよりアイス感があるね。でもさっぱり感の方が強いかな。シュー皮はベチャっとしてないし、シュークリームっぽさがあるね。案外いいよ。もうなくなっちゃったわね。1個じゃ少ないかな。2個食べたいね。じゃあ星評価をお願いできる？星4かな。すごく美味しいってわけじゃないけど、普通に美味しいって感じだね。2個食べても60円ちょいだから、おやつにはいいかも。お子さんは満足するかしら？ワンパクボーイは1分で食べきっちゃうかもね。食後のデザートの方がいいかもしれないわね。トプバは絶対王者の赤トプバアイスがあるから、これで満足できるかが難しいね。そのあたりが星4って評価になったのね。あとね、外袋から出してしまった方がいいよ。そのままだとかなり場所を取る大きさなのだ。空気でパンパンだったものね。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。